皆さんこんにちは、山内神父です。カトリック入門、今日は献身について一緒に考えていきたいと思います。私の郷里は長崎県の松浦市といって北の方にあるところですけれども、西木場教会という小さな教会です。小学生の6年生の時に私は献身を受けました。司教様が3年に一度、小教区を訪問するということで、私たちはちょうど5年生、6年生、そして、中学1年生、その3学年が一緒に献身を受けました。当時の司教様は山口愛次郎司教様で、教会の主任司祭は川添武神父さんでした。とてもユニークな神父さんで、非常にこう面白い神父さんでした。小学校5年生から中学1年生までこう献身を受けるということで、みんな猛特訓をさせられました。川添神父さんから、このちゃんと公共よりの勉強をしろと厳しく言われて、ちょうどこういう感じの長崎教から出しているカトリックよりちょうど問答形式になっているものです。その当時の一番最初の何ていうか問答形式のものというのは、人にとって大切なものは何ですか、それは宗教でありますという、そういう言葉から始まっていきました。で、私も小学校6年生だったんですけれども、川添神父さんからみんなに言われた言葉は、お前たちちゃんとこの要領書を暗記して、ちゃんと献身式の時に司教様に答えられるように勉強しなさいと。もしお前たちがちゃんと答えきれなかったら、俺がお前怒られるんだから、俺が恥をかくからちゃんと覚えときなさいと、そういうふうに言って、全部は全部覚えきれはしなかった感じもしますけれども、できるだけ暗記するようにこうしていきました。いよいよ献身の当日の時です。みんな緊張をしていて、ちょうど説教が終わった後、いよいよ献身の式となっていきました。主任司祭が言っていた通り、なんとなく司教さんが一人一人に質問をしようとする、そういう場面になったら、みんなこう下を向いていたんです。したら司教さんはそういうのにやっぱ慣れてるんでしょうね。さあ、皆さんに献身の勉強を一生懸命川添神父さんのもとでしたと思いますけれども、さあ誰に尋ねようかなということで、そうですね、下を向いてる人に当てましょうかと、そういった途端にみんなパッと顔を上げて、はい君というふうな感じで当たっていきました。幸か不幸か私は当たらなかったんですけれども、司教様は本当にこう簡単な感じの、一番最初に出てくる、こう人にとって宗教とは何ですかと、そういう質問をしたり、みんなが答えやすいそういう質問をして、そうやって、みんな合格しましたと言ってホッとしたことがあります。一番ホッとしたのは主任司祭の川添神父さんだったかもしれません。終わった後、お前たちはよく勉強したなとこう褒められた、そんなことを覚えております。そんなふうに献身というのは、この要領書を一生懸命覚えて、キリスト教の内容をよく理解していく、もう一度こう深めて見つめていく、そんな時だったなと思います。さて、この献身というのはラテン語の言葉でコンフィルマツィオと言います。献語にすることとか、しっかりとこう固めていくというような、そんな意味を持っています。つまり信仰をしっかりとしたものをこう固めていくというような、そんな意味を持っているでしょうか。要領書には
献身とは聖霊の恩恵を与えて、洗礼による新しい生命を成長させ、信仰の証を立て、信仰の証を立てる力を与える秘跡というふうに書いてあります。聖霊が与えられるわけですけれども、ちょうど聖霊降臨の時にこう弟子たちに与えられたように、私たちもこう気づかない中に聖霊の恵みが与えられて、そして洗礼の恩恵によって、恵みによって私たちがいただいたもの、これをしっかりと日々の生活の中で証ししていく、そういうふうに考えることができるかもしれません。まあ、一人のしっかりとした大人として、キリスト者として信仰を証ししていくこと、これが献身の大切な恵みかもしれません。まあ、そうやって献身には、このキリストの証人として消えることのないこの印、それが与えられるものです。キリストの誠の証人として、言葉と行いをもって私たちが信仰を広めていくこと、これが献身の大切な部分だなと思います。献身を受けるときに、ちょうど授ける人、この言葉をこう油を注ぎながらこう唱える言葉とか、あと、大夫大母になる方が肩にこうちょっと添えていきます。その時にこの聖香油、祝福された油をこう使う時に、誰々神の賜物である聖霊の印を受けなさいと、そういうふうに言葉が唱えられていきます。まあ、本来献身は司教様が授けたりいたしますけれども、まあ洗礼と献身が一緒に行われる場合には、司祭によってこう行われたりもいたします。で、この献身の時に使われる聖香油ですけれども、これは司教様が聖木曜日に香油、このバルサムを混ぜて聖別したオリーブ油のものです。特別な香りがするものですけれども、まあ、聖霊の恵みがこう注がれるということとともに、まあ、こうした香を、この香りがあるものを使うことによって、この香のように献身を受けた人がこの模範となっていく、そしてまたその香の香りのように多くの人に伝わっていく、そういう意味合いというのが込められているでしょうか。まあ、そんなふうにこの献身の史跡によって、この油を注がれ、そのキリストの香りを周りの多くの人たちに伝えていくことができれば本当にいいなと思います。聖香油がこう注がれるとともに、ちょうど昔洗礼を、献身を受けるときに、司教様がよくこの頬をこう軽く叩くような動作がありました。私が小学生の時にも司教様がこう軽くこう叩く、殴られるわけではないんですけれども、これは洗礼を、献身を受ける人が勇敢なこの討議者、戦う人として、キリストのために不屈の勇気を持って戦うことができるようにという、そんな意味合いでこの頬を固く軽くこう、まあ、打つというか、叩くというか、そういう動作をしたと言われます。まあ、その点でも献身の史跡というのは、私たちがこの信仰をしっかりとしたものに、ものにし、同時にそのしっかりとしたものを不屈の勇気を持って多くの人にキリストの教えを伝えることができれば、それは最高の恵みだと思います。まあ、今日は献身についてお話をさせていただいたんですけれども、皆さんにとってこの献身の恵みが何か、また献身の恵みによって多くの人たちが勇気を持ってキリストの教えを伝えていくことができればいいなと思います。まあ、今日はこの献身についてお話をさせていただきました。皆さんにとって何かお役に立つことができればいいなと思います。また次回お会いするのを楽しみにしております。
れて、苦手なことね、苦手なことは何ですか。私が苦手なことっていうと絵を描くことです。小学校の時から非常に絵が下手で、通知表もすごく悪くて、先生にこんな絵はなんだな、こんな絵が下手だなと言われて、それから以来ずっと絵を描くのが下手です。まあ、その割には写真を撮ったりするのは好きなんですけれども、まあ面白いもんだと思います。芸術では音楽とか写真を撮ったりするのは好きですけれども、苦手なことというと絵を描いたり何かこうイラストを描いたりすること、それは苦手です。だからイラストを描いたり絵を描いたりする上手な人いるとすごいなと、すごくこう感心したりします。